さあこの時間は宮城邦治先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮城先生はですね、はい、沖縄国際大学の名誉教授でもあるんですが、うん、実はもう長年にわたって闘牛大会の解説もされてるんですよ。ですね、宮城先生どうですか、長く闘牛に関わってどうですか。はい、いややっぱりね、うん、こう闘牛がない日曜日は寂しいですよね。あ、なるほど、はい、そうですか。沖縄で闘牛が始まったのは今からおよそ140年前。沖縄県史によると明治の初め頃、牛さじがいて鐘を叩き人を集めて原っぱで喧嘩をさせたという記述があり、明治の時代に沖縄闘牛が始まったと推察される。牛オーラ制とも言われる闘牛は農村の娯楽として位置づけられ、各地からの見物客を増やしながら徐々に知名度を上げていく。戦後沖縄闘牛は大きく変化を遂げる。闘牛観戦を有料化することにより農村の娯楽から大衆娯楽へと発展、芝居や映画と並び娯楽の定番として地位を固めていく。1960年代には大ブームとなり、一つの大会で1万人以上の観客が集まることも。その時代に当時の県民なら誰もが知るスター牛が登場。その名はゆかり号。41連勝6年間無敗の大横綱。今でもこの記録は破れることはなく、石川多目的ドーム前には記念碑が建てられている。当時闘牛ファンの間では娘や孫にゆかりの名前をつけることが流行し、社会現象として注目された。1962年全島闘牛大会が開催。闘牛ファンの中では牛の甲子園とも言われており、現在では春夏秋に分かれて開催され、実力牛や人気牛が参戦する。明治に農村娯楽として始まった闘牛は今では沖縄の伝統文化の一つとして多くのファンに支えられ、しっかりと今に受け継がれている。おお、いやすごいっす。いや、お客さんすごかったっすね。当時1万人以上入ってるんじゃない？ありますね。当時1960年代ですね、もう大ブームですからね、はい、多分松本闘牛場だと思うんですけどもね、もう行き先々松の木の上にも人が乗ってるぐらいでしたですね。なんでゆかり号はこんなに連勝できたんですか？やっぱ体格が大きかったとかなんですか？いや、ゆかり号自体はね、そんなに大きな牛ではなかったですね。900ちょっとぐらいの牛なんですが、はい、一つはね、ゆかり号はやっぱりこう自分のスタイルを持っていたということなんですね。スタイル、はい、こうかけて押し込んでいって相手がリングサイドに詰まると、すぐにこうものすごいスピードで相手の懐に飛び込んでいってね、もう蹴散らしていくという、そういう勝ちパターンがあったんですね。はい、そうなんですね。それともう一つはやっぱりこう強い牛でしたので、はい、相手をほとんどもう10分以内で全部やっつけてやるんですね。10分以内、はい、あれ41連勝の中にね、20分を超えた試合は2試合しかないんですよ。マジですか？全部10分以内なんです。あとはいかに強かったかというのが分かりますね。闘牛っていうのは沖縄が発祥なんですか？はい、盛り上がってましたけど、闘牛はね、はい、古い文献なんか見ますと、結構本土なんかでも、はいはい、例えば九州あたり鹿児島あたりとかね、そういうところもありましたし、それから現代もやってるんですが、例えば新潟県とかね、はい、にもありますね。で、古い文献ですと大体1200年代ぐらい、その頃にはもう日本のあちこちで少しずつあったようですね。あったんですね、はい、
記憶に残る闘牛をあげるとしたら、うん、どの牛になりますかね。うん、そうですね、はい、私はですね、この二代目のゆかり号というのがいたんですけれどもね。二代目。はい、二代目ゆかり号が、こう若武者神話王との王座決定戦に臨んだ、この戦いはもう私、もう未だに記憶の片隅から抜けませんね。入れる試合。さあ、そして二代目ゆかり号の VTR があるということで、見たい見たい。はい、見てみましょう。どうぞ。さあ、これ碇号ですよね。アゲナ闘牛場、懐かしのアゲナ闘牛場ですね。まあ、これあのいわゆる南部系のね牛で、ずんぐりとしたね体つきが特徴ですね。これもうその当時旭日こう昇天の勢いの神話王ですよね。これ体重差100キロ余りますからね。サイズ違いますよね。全然違いますね。大きいですよね。でかい。さあ、これもね、初代のゆかり号と同じくこの左からの賭けね。はい。これ下に潜り込んで押し込んでいくという感じですね。あ、やっぱ神話王でかいな。でかいですよね。結構ハンデあるんだよな、体重差。さあ、これ持たせ込んでね、神話王が守ってるところですがね。さあ、逆襲ですね。さあ、そのこの勝ちのパターンっていうのがあるんですよね。さあ、これね、神話王が左の網からかけていますからね。で、ここもう神話王も疲れてる。もね、もう精一杯ですね。20分過ぎて、ゆかり号のね、頑張れ。24巻。うわ、24巻からもこれ長いよ。結構長い。睨み合いですね。ちょっと間合いが空きましたね。お互いに気持ちの戦いね。一回ちょっとブレイクみたいな、もう気持ちの勝負だな。もう本当に気持ちだな。さあ、そこでゆかり号がね、一歩前に出ますよ。はい、いった。お客さんも群れに行った。これで、はい、勝敗ですね。結局最後はね、気持ちなんですよ。あ、こういう最後なんか決定的な技は決まらないけども、はい、もうこいつとはやってられないみたいなパターンですね。はい、あの気合負けと言いますかね、気迫負けですよね。いやー、すごいな。途中牛がなんかよだれみたいに垂らしましたけど、あの状態になったらもう体力が本当に底をついた時、限界なんですよ。だから気持ちだけで戦っている2頭でしたね。私この試合が終わった時にね、したいやーって手を挙げた瞬間、腕時計のねベルトがプチッと切れてしまいました。これの VTR もあります。いやいや、これの VTR もあります。お客さんばわさんだ。いや、そのぐらいね、もう大興奮、はい、もう感動的な一戦ですね。先ほどのね、大会はこれは1994年ですが、その2年前にね、日本一決定戦で、先ほど太一さんからありましたの前鉄筋1号という牛にね、20分余りで負けてるんですね、最初の敗戦ですが。で、その後また王座に返り咲くんですが、返り咲いた後に今度はまた満腹光号というね、王座との牛に負けて王座陥落になります。それから、まあ、1回は勝つんですが、やっぱり強い牛ですので、はい、徳之島の方に遠征に行くんですね。そこで誠大力というね、これまたあの無敗の牛に戦うんですが、左目をやられましてね。で、そういうハンディを持って帰ってきての神話王との対決ですから。ですから、もう身も心もボロボロの状態で戦って、ああいう戦いをして勝ったと。いうところにね、二代目ゆかり号の物語があるんですよ。そういうなんかドラマ、はい、みんな知ってて応援して勝つ、です、ね、そういうことですね。感動するな。さあ、モーリーさん、はい、ルカちゃん、闘牛見に行きたくなりました。いや、もうめっちゃ興奮してますよ。もう赤嶺さんと宮城先生の相撲でもいいなと思ってそれはもう見に行きたくなってないよもう今すぐにでも見たい。ルカちゃん、ルカちゃんどうする。全然情報っていうか、こういうのが入ってくると見え方が変わりますね。闘牛のそのなんかヒューマンドラマみたいな、本当ね、ね、牛、なんだ、ヒューマンドラマって牛でなんて言うんですか。牛マンドラマだ。なんかそういうのも見えてすっごい楽しいな。食いついてる。だいぶ食いつき変わりましたね。こっちも盛り上がってきてますね。よかった。だったらですね、これから見てもらいたい3試合、僕が選んだ3本勝負というのがあるんですよ。これ見たら気になる。絶対今週の大会見に来ます。おこれはやばいですよ。はい、じゃあベスト3から見ていただきましょう。どうぞ。
闘牛実況アナウンサー伊波大志。じゃあどのようなこれ差し上げるかと聞いております。子飼いの方を使って応戦を送りたまえ、いつものような横を取られてもこのぐるりと反対をして戻ってくるという戦いを、これまでのキャリア作品なんともこういう試合を聞いております。闘牛ファンからは多分とても分かりやすく声も響くので、この喋るのがすごい上手でね、過去のこの戦った牛との全部きれいに教えてくれる。よくやってる、よくやってるよ。そんな闘牛ファンからの信頼も厚い伊波大志が選ぶ闘牛名勝負ベスト3を紹介。4000試合やってきたんでしょ。まずは第3位、はい、これが去年ですね、去年の5月、沖縄本土復帰50周年記念大会でやった高花大獣王1300キロ、でかい、さっきの大獣王、沖縄最重量、最重量か。じゃあこれと誰が戦えるのか、令和の怪物と呼ばれるドルとの試合。あ、これまたでかい、1200キロだから総重量 2.5 トンのぶつかり合いというキャッチコピーがついた。見てください、この迫力、人間がちっちゃく見えます。本当だ、このサイズ、やっぱね、この破壊力、重量感、見応えがあるんですよ。で、このまずは大重量が1300キロ、体重を乗せて正面からついて割り技、打撃を見せていきます。で、ここでね、令和の怪物ドルが、これ一発ね、腹取り狙ってるんですよ。ここで、はい、横に入って、はいはい、そう、いたいた、今度は右に切り返して、はい、ドルが腹取り、ここで止まらない、止まらない、取りたと思っていく、これで勝負あり、勝負ありか、すごい、見てください、このドルがね、なんかもう腹取った、本当だ、ここに入ったらもう耐えられない、ね、あ、ここでもうちょっと参ったみたいな、ね、横の力に対応できないもんな、令和の怪物でしたね、大迫力の試合、これ分かりやすいですね、初心者が見続いて第2位、はい、これはね、ベテラン対スーパールーキーの対決、はい、流星次第、これ赤嶺豊さんの牛です。あ、赤嶺さん勝ってる、本当だ、元徳島で中量級チャンピオンまでになったベテラン級赤嶺さん、で、この時にデビューからまだ3戦目のスーパールーキ ー新力ベイビー、この赤嶺さんの野球もかっこいいでしょ、かっこいいね、やっぱり、これも元チャンピオンに新鋭のベイビーがどんな戦いできるかがちょっとこれ勝負注目されていたんですね。この時に会場はもうびっくりしました。こんな決着あるんだ。赤嶺さんがここで、ね、ベテラン級も頑張るんですが、ここでだん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 ベイビーの方が本領発揮してきます。ほら、あ、なんか引っ掛けた、はい、そうそう、今のが掛け技ですね、右の掛け技から持っていきます、だんだんコーナーに追い詰めていくんです。押されてる、押されてる、ベイビーが押してる、ベイビーが少しずつ相手をリングサイドまで追いやっての、ここです、はい、溜めていた力一気に爆発させて、ここからこうなって、この決着はすごい派手だな、派手ですね、豪快打ち倒し、見応えあり、すごい、すげえ、でここで入った時にリングサイドから女性が飛び出してくるんですよ、ベイビーの牛主、ベイビーの牛平崎瞳さんが、ベイビーもういいよ、もうやめてと、ほら女の子がね、ベイビーもう大丈夫、ストップストップっていう子もね、もういい勝ちだからいいよ、牛主がこの女性平崎瞳さん、ギャルみたいな女の子が、あのポーチ、あのポーチは絶対持っとかないといけないよ、貴重品が、ほら愛情かけてるんだよね。そして闘牛実況アナウンサー伊波大志が選んだ名勝負第1位は、はい、これが2021年ファイティング大吉対石山きらぼし三より、この試合は軽量級です、軽量級のタイトルマッチ、軽量級の面白さはスピード感、ご覧ください、うん、技があったり動き回ったりするのかな、ここでね、チャレンジャーの石山きらぼし三よりがって言っても一応でかいけどな、それで軽量級です、でやっぱ軽量級はスピードなんですよ、ほら一気にファイティングライチをこれ持っていく、腹取り炸裂させるが、ここでね、ここでね、はい、残すんですよ、瀬古さんやられた、瀬古も危ないよ、これは今ので決まらないんだ、これで決まらない、
マジか、戦う意志があれば。おお、すごい。あ、かけた、かけた。かっこいい。また大吉がこれ何度も花取り狙っていくんですよ。ただ三織は首持たず持たせ込みというこの横向きになる体を正面からではなく横になってクリンチでまずしのぐディフェンスが得意です。耐えて実はカウンター誘ってます。ね、あ、もう待ってるんだ。待ってます。はいはい。相手が入れてくるのを待って切り返す。こういうところもまだ取られません。切り返します。ちょっとなんか相手が体力なくなってきたりするんで、首が柔らかいんですよね。上半身が柔らかいのでこう追い込まれた後もまた首で返す、足でフットワークで返す、またここで返すでしょ。柔軟性があるね。なんかやられてるけど余裕があるの。ただここでそれも、あ、いや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 、そう、腹取りされる、腹取りされる。ああ、もうこれ完全に終わった、終わったと思った時の三織の、はい、切り返して、切り返してのカウンター、カウンター、カウンター、カウンターで逆転。すげえ、これがあるんですよ、この逆転。あれから勝つんだ。うわ、これすごいでしょ。決まったと思ってた。もう完全に負けたと思いました。これも通常 KO パターンです。 KO パターン、審判団ももう判定下そうとしてました。もう少しで止めようかなぐらいの、うん、からの、ここから、こっから、はい、首を切り返して、土俵を蹴ってうまく反転しての、はい、カウンター。すごいカウンター。土俵の使い方うまいんだ。そうなんです、もう土俵使いのテクニシャン。これで軽量級王者に輝いたと。ああ、見応えある。でしょ、本当に。ただ牛がぶつかってるだけではなく、うん、最後にこういった逆転劇もあるから面白いんですよ。重量級がなんかすごいガツンガツンってくるのかなと思ったら、軽量級も見応えスピードがあって、はい、そう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 、ね、で牛によってもスタイルがある、はい、さっきの三織なんかもわざと誘って切り返してカウンターに、うんうん、ずっと待ってて、はい、1トン近くあるわけじゃないですか、うん、牛も、はい、それが持ち上がるぐらいの力が、パワーが出てるっていうのが迫力すごいなって。やっぱりであの迫力見ると、うん、ああ負けた牛どうなるのかなって思うでしょ、うんうん、でも牛ってやっぱ気持ちの勝負だから、うん、その後も敗れた流星白雪もちゃんと復活して、うん、また復活で勝利するという流れもあったので、うん、要するに負けた後いかに自分でメンタル取り戻すか、うん、牛の気持ち次第なんですよね、うんうん、次は勝つぞ。そう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 、今後の闘牛の見どころは、はい、はい、闘牛が実はですね、3月に関しては毎週日曜日あるんですよ。毎週日曜日開催されますし、5月には、はい、チャンピオンが出場する全島闘牛大会も開催されます。チャンピオン大会、はい、はい、大きい大会。闘牛で唯一オフシーズンは4月だけです、うん、あ、そうなんですね、うん、なんてか分かります理由。みんな新年度で忙しい、うん、シーミーがあるからです本当です。これみんなと一緒なんだ、はいはい、4月以外は全部やってますので、闘牛をぜひうるま市に見に来てください。はい、さあルカちゃん、はい、今日闘牛についていろいろお話聞きましたけど、うん、どうです？勉強になりましたね、うん、しやっぱこうやって知っていくからこそ、うん、なんで今までこんな身近だったのに見てなかったんだろうっていう、うんうん、で思ったよりあのお子さんとか女性とかもたくさんいらっしゃったので、うん、見ましたね、なんかそういうちょっと怖いかもっていうものを一回取っ払って一回見に行ってほしいなっていうふうに思いましたね、うんうん、まず足運んでみるっていう、うん、そうですよ、うん、僕は闘牛自体はチューブの人が見るものだと思ってたんですけど、うんうん、今日見たらもう沖縄全土、はい、南部北関係なくあの沖縄のスポーツ、うん、バスケであったりサッカーみたい卓球であったりみたいな感じで、はい、闘牛ももう沖縄全土で応援していこうじゃないかと思いましたし、もうそれ最高です。本当に特に一番言いたいのは赤嶺さんとドライブに行きたい行きたい。赤嶺さんと宮城先生と大志さんのあの3人で喋ってる時の、うん、あの目が生き生きしてる感じがとっても羨ましいんですよ、うん、あ、こんな楽しいのあるんだっていう、うん、僕たちも仲間に入りたいなといっぱい勉強してみて思いました。僕らもこれなんですよ求めてるのは、うん、なんかサッカーワールドカップの時に、うん、いろんな芸人さんタレントが女性でもあっちこっちサッカー語ったでしょ、うん、東京誰もいないわけよもっとこんな楽しいのに闘牛好きなタレントも増やしていきたい。あ、いや、きっかけになると思いますよ。めっちゃ楽しいんだから。マジでよかった、うん、いやいい時間でした、はいはい、さあそれではまた次回のザ闘牛アワーでお会いしましょう。さようなら。ヘイヤ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 